日。おい、なんか久々やな。おはようございます。今日は最初からコメントがないということで、絶対今入れたでしょ。そんなことないでしょ。はい、今日はあれですね、クーがいません。初のクーがいなくなってですね、クーはもうやめましてですね、撮りました、クーは。ではオープニング。はい、紹介しましょう。走すぎるやろ。あのうちの、あの、なんでしょうか、どう説明しようかな。バイト長です。4年半ぐらい働いてる、なかなかお目にかかれない人なんですけど、 K です。 K って書きます。これ K って読みます。なんか喋れや。いや、喋んなくていい、言ってすごい嫌がってるんですよ、出んの。いや、ほんと出るの嫌っすわ。何が嫌なん？いや、僕顔出し NG なんで。え？顔出し NG なんです。お前、細すでてるやんけ。Kです、よろしくお願いします。Kです。今日なんかあれですか、梅雨時なんでみんな寝てるんですかね。コメントが少ない気がしますね。今日スタッフさんいっぱい打たないといけないですよ、コメントが。顔出し NG ですよ。はい、今日はもう運曲やっていくんですけど、けいちゃん、はい、いくつですか？僕27になりました。おめでとうございます。来年の1月で28歳です。けだな、出会った時は23でしたからね。そうやな。あれは何やってんの、昼間は？僕昼間 CM とかプロモーションビデオ、ミュージックビデオとかのディレクターやってます。そうですよ。ホストやんなくていいでしょっていうのをずっと言ってるのに、やめないんですよ、この人。特殊なんです、この人。唯一。誰からも何も言われないから。出勤しなくても、してもしなくても。何にも言われないんですよ。社長すら言わないですからね。ちょっと特殊な人なんですけど。今日は今月イベントがたくさんありましてですね、それを告知していこうかなと思います。今日は僕は二日酔いなので、あんまり面白くない番組にいつもだけど、熱狂のやつ出してもらっていいですか。熱狂の、うわっ来ましたね。己の魂を熱狂させろ。皆さん熱狂したことありますか？ケイちゃん熱狂するでしょ。僕熱狂しますね。何熱狂するの？いや、ごめんなさい、僕熱狂しないです。え？熱狂しない。サッカーとか熱狂しない？熱狂しないっすね。え、マジで？僕サッカー、ゴール入る30秒前ぐらいからね、見るのいいんで。あ、なるほど。ずっと見ないんだ。ずっと見、いや、ずっと見ますけど。俺見ないな、サッカー全然興味ないね。面白くないもんね、こう、なんかゴニョゴニョしてんの。野球もあんま見えんからな。野球も見ないですね。はい、この熱狂させろなんですけど、これ一番上にですね、ホストバトルアリーナって書いてますね。これ今勝負してます。大阪の店舗と本店ウォルトとうちのサロン一部二部とリアライズで合体した、リサロンっていうリロン、え、レ、リ、リアロン、リアロンだ、リアロンかなっていうのがあるんですけど、リアロンやな、あれリアロンですね。リアロンやな、あれ大阪ラグゼって言いますね。これで今売り上げ勝負してるんですよ。はい、なのでシャンパンくださいね。4部、あ、そうですね、個人もありますからね、これ。今のところ大阪に全部取られてるから、そうだね。
ケちゃんはどこにエントリーしてんの？じゃあ僕どこなんですかね。これ初めて見たんじゃん。初めて見ました。お前も従業員でも何でもないな。誰だ。お前会社の人じゃないでしょ。僕なんすか、ウォルトっすか。いやそんなわけないの。なんでやねん。リアロン。なんで店変わんねん。リアロンっすか。違うね。 あの中で、いやチーム戦なんだけど個人戦もあるんだよ。で、はい、個人はランキングで決めてるんだよ。なんかロイヤルアリーナの部門とか、なんか普通、一番下が多分普通のアリーナ部門です。半年以内の子だけ入れる、そこの部門。なんで僕そこっすね。え、出勤で言ったら僕半年ぐらいみたいな。まあな、確かにそうやな。あんた調子いい時2ヶ月ぐらい出勤せんもん。そらない。ありますね。あるやんな。気づいたら出勤せん。2月3月してないっすね。そう、これいや、ただただ売り上げ上げるためだけのシステムですね。ちなみに9日と19日があるんですけど、あのそれはあの別で、その日だけ1位になったやつが、だから今日ですね、2部で言ったら今日1位になったやつがポイントがこう加算されるっていう、なんかそういうなんか目玉な日なんですけど、なんか言えや。いや、なんか今日もなんかさ、外も雨やし、なんかスタッフさんもやっぱ疲れてるし、ニコナイトもなんか変な空気流れてるで。俺だから4時半は良くないって言ってるの。知らんぞ。今まで見たことないっすもん、これ。いやだから、え、見たことないっす、初めて。見ろや、ちゃんと。何見てんねんお前、いつもあの鋼鉄城のカバネリ見てる場合じゃないよ。おもろいっすね。え、おもろいっすね。おもろいな。おもろい、うん。最近あの僕初回付きづらいんです。前回話したんですけど、うち19歳から入れるじゃないですか。はいはい。お酒は提供できないけど、うん、19歳の人に俺33やとか喋、はい、られへんわけやねん。会話が成り立たないと思う。そうそう、だからアニメ勉強しようと思って。今アニメ流行ってるでしょ。流行ってますけど、若い子が全員アニメ見てるとは限らないです。なんかこの間言われたね。いやだからおっさんがみたいな。このクソガキ。え、みたいな、なんかジェネレーションギャップみたいな言われるんですけどね。だってそんなんないじゃないですか。僕33で、例えばお客さんで50歳の人が来るとするでしょ。はい、はい、僕対応できると思うんですよ、別に。うん、17歳上ですよ。ただもしかしたら向こうからしたら、こいつほんと会話ちょっと若いな、ガキがみたいな、あ、思われてるかもしんないです。あれ、俺勘違い、もしかしたら勘違いもあるかもしれない。お客さんがそう気使ってくれて、え、ショックあの。そうなの。いや、わかんないですけどね。うん、なんか33歳でアニメ見ると思わんかったけど、あの、あれですよ、あの花あるじゃないですか。いいっすね、あの花。いいの。はい、 あれぐらいからですよ。だからあれ見ろ言われて見て、こんなんもうアニメで見られへんで言ったら、もう最終回で号泣ですよ。僕も生まれた時以来泣きましたわ。めっちゃ泣いた。俺何回も見て泣いてんの、一人で。見つかっちゃったやつ。いや、僕あの聖地巡りしましたからね。あの花の聖地巡りしました。あの花の聖地ってどこ。聖地ってあの秩父です。秩父。秩父です。何だその下ネタみたいな。いや、どこなの。局部ちゃいます。秩父です。埼玉の奥の方です。あれ、ああ、本当にある地名なの。本当にあります。てか、あのまんまです、出てるの。マジで、はい、俺全然知らんわ。全然あの地名とか全然気にならんかった。もうお寺も橋も全部まんま。ああ、そうなん。ああいうあの花も咲いてんの。あの花は咲いてないです。あの花名前何でしたっけ。いや、もう知らんすけど。あれあるんすよ。あるんすよね。あれ何やったっけ、忘れたわ。いや、あそこ、あの花の意味を知った時に、こうなんか全てがなんかこう、ああそういうことねみたいな、わかるみたいな。本当ですよ。あれ確か私を忘れないでみたいな感じですよね。花言葉。花言葉。花言葉。うん、まあ何でもいいですけどね。
あまあそんな感じでやってるんですよ。アニメはアニメ何がいいの？ちょっと教えて。今進撃の巨人見てんねんけど。あの僕見てないっすね。アニメ？いや進撃の巨人は見てないっす。いやあれあれおもろいで。僕あれっす。この素晴らしい世界になんちゃう。アニメなの？アニメっすね。あそうだ。なんだっけな。全然タイトルが出てこないですけど。お前全然おすすめしようとしてないし、その名前がわからへんみたいな。おすすめだったらエウレカセブンですね。エウレカセブン。エウレカセブンです。そうなんか俺見たことある。じゃあ実は Google で、はい、このアニメ面白いアニメみたいなので検索して、はい、こう順に見ていったんですよ。今それに載ってた多分それ。エウレカセブン。エウレカセブン。いや絶対見る気ないですよね。いやいや見ますよ。レントンなの？いや曲がいいんすよ。曲がいいの？めっちゃ曲がいいです。どこ見てんの？何がっすか？曲がいいの？曲いいっす。あのエンディングがあ、そうだ、グッときますね。俺あの花のエンディングが良かったけどね。あれは卑怯っすね。エンディングとオープニングやね。あ君とね、青い忍び。それはそれオープニングや。オープニングや。オープニングあれ？あれオープニング。あ、違います。エンディング、エンディングはシークレットベース。違う、逆だわ。そうだわ。そうかもしれない。オープニングとエンディングって分かってる。オープニングって始まりに分かってる、分かってる、分かる。それがけじゃねえよ。これそうやったっけ。あ、でもエンディングっぽいな。あの歌で泣けるもんね。なんかな、泣けますね。うん、あれだけで鳥肌立ちますもん。なんか見つかっちゃってるだろ。スタッフさん、あの花見ました？見た？泣いた？泣いた？嘘でしょ。泣いてないでしょ。いや泣かない人間マジでクズっすよ、あれでな、はい、あんなん俺だってクズだったよ俺。こんなん見て何がおもろいじゃないメンマってなっとったで。消えないでメンマ。何言うたんだよ。こんな話したんじゃない。じゃあ今日は告知がいっぱいあるんですよ。何でしたっけ。誕生日ですね。今月誕生日がいっぱいあるんですけど、どっちでしょうかな。渚、渚のこれですね。でかいな。これよく見ていただきたいんですけど、このね、渚って書いてるその下にですね、なんて書いてますこれ。神々の系譜。どういう意味や。本人も分かってない。何なのこれは。神になったんですね、あいつ。でもなんかいいですね、神様っぽいですね。なんかでも、うん、僕のイメージしてた神様よりおしゃれですね、なんか。ちょっと悪そうですね。絶対悪いやつ。これが6月の12日に、やるんですけど、なんだろう、これ告知しようと思ったけど、なんかあんまり告知なかったな別に。これなんかやるんでしたっけ。え、なぎさタワーがあって、はい、タワーがあってぐらいぐらいっすね。いや僕あんま知らないですけど、なんか映像がどうのこうの、まあなんかやるみたいなんですけど、うん、ん？ケイ君はちゃんと分かってないですよ。だってこの人会社員じゃないですよ。うちの会社員じゃないですよこの人。急に出勤してくる人なんで。なるほど、渚ですね。これあれ、渚は多分24歳だったんですかね。いや25っすか。あ、5か。あ、まあいつも受けたな。いや6かもしれない。6はないわ。6はないよ。前半っていうイメージじゃん。さくらと同い年。25だよ。25だわ。になった。はい。なったっす。なったっす。これを、いや、画像作ったんですよ。はい。本部で。だから6月の誕生日する人は大体神になる感じですよね。だからもう一つじゃあ、ハルキのやつお願いします。
もうね、俺これだけはほんまにおもろかったけど、ちょっとさ、見て、ハルキの下見て、もうこれも神ですよ。奪われたゼウス。お前ら、何のつもりやねん、お前マジで。ハルキさんもこれ望んでやったわけじゃないし。じゃあ、そうなの？望んでやってないの、これ。やらされた感満載で。俺めっちゃ面白くて、これもうずっと笑っとって、俺一人で。こいつ何のつもりなんかちゃっちゃうねん。なんかもう、いやー、説明したいな。ハルキー、この人ね、内勤なんですよ。まず内勤なのに、いちいち自分の誕生日を立てて、わざわざ写真まで撮りに行って、神になって、しかも奪われたって。この写真も新しく撮ったんですか？撮ったよ。あいつ張り切って私服着替えて撮りに行ってんだね。営業終わりに。しかも、化粧までしてたね。しんどいっすね。俺マジでしんどいな、こいつ。張り切も。もう、あ、もうなんていうの、このポスター多分今日来るねんけど、はい、来た時にあのバッファローのアメリカンバイソンのやつ貼ったのかな。ハルキのチンコの写真全部貼ったのかな。奪われたバイソンって書いてあかん。いや、いいっすよ。あかんって。はい、これ6月の26日ですね。作戦としては全員休もうという話ですけど、ハルキ一人でええやんっていう話ですね。なんか異様になんか張り切ってるんですよ。なんかタワーやるみたいでね。はい、この間なんかじゃあまずそのなんかお客さん的要素を持ってる自体がちょっとおかしいと思うけどな、俺は。どうなん、ケイちゃん。いや、僕は素晴らしいと思いますよ。その素晴らしい、この店に対する意欲みたいな、店愛、店愛な、普通やんないですよ、店愛ね。こんなにいじられて、なるほどね、いじられてね。いや、僕でもこっそりしかいじってないです。もう彼いじられたいにしか見えないんです、僕。これでも いじられたくないと思います。マジで結構本人ガチっすよ。どうやって言ってあげたいの。何気ない会話の中に自然と、おうおう、俺どうなんみたいな。そうなの、俺も言っちゃったよ。言っちゃったら奪われたゼウスのとこ消されてたね。やっぱ気にしてるやん。気にしてんねん、あいつ。あ、面白いな。それはそれで面白い。コマーシャル。3年 A 生組シャーマン先生、今日締め日か。リキトさん大丈夫かな。ラストオーダーのお時間です。ドンペリローゼ、ラストオーダーのお時間です。シャパタは行くぞ。リキトは注げ、リキトは注げ。自分のことばかり考えてた俺が、今お前のことばかり考えてるんだ。運命の人と出会うならイオンインク。やっぱやべえな、イオンインク。イオンインク。はい、後半です。告知全部やったとは。なんか言うやん。いっぱいあるっていうか、2つだけですか。3つ言いましょう、3つ。渚、熱狂のやつ。あー、レース言いましょう。後期の誕生日じゃないですか。あ、後期誕生日だったっすね。あ、もう終わってるんすか。お前大丈夫。あいつ6月4日ですよ。で、一部のユーキャンが今日誕生日やな。ロックの日。ロックの日、ロックの男、ユーキャン。ユーキャンな。で、なんか26日ってあれじゃない、竜也誕生日じゃない。24っすね。24なんだよ。竜也多分今誰も知らない。知らない。誰も知らないから。そっか。実はあの来月1部と2部で合同イベントがあって、その時にバンドやるんですよ。あ、そうか、知ってるか。
あなた出るのバンド。あ、僕大会しました。あれ大会したの、はい、出れないって。いや、なんか出ない人は大会しろみたいなの入ってたんで。おうおう。ちょ、僕13日から日本からいなくなっちゃうんですよ。ああ、じゃあ無理やな。4月頭まで。おうおう。ちょっとこれは練習できないなと。なるほどな。じゃあ無理やな。残念でしたね。ということは、いや、でもなんか一部にベースがいるんですよ。で、今回全員もし参加するなら、なんかいろいろな楽器が登場するなと思って、はい、ちょっと楽しみにしてたんですよ。ドラムはね、今回あれですよ、誰だっけ、一部の深夜っていう子がやりますね。で、まあギターはユーキャンの、僕は一体何をすればギター2でいきましょうか。じゃあ今回ね、ベースはなんかいる、なんかむちゃうまい人がいるらしいですね。講師してるガチじゃん。はい、ガチなんですけど、なかなか出勤せえへんみたいな。それも一緒やめてるんじゃないってちょっと怪しいんですけど、もしもベースいなかったら、もう僕がベースやるしかないですね。今度は何やろうかな。いや、ルナシーとかやらへんね。なんかね、今曲決まってるのは、ね、アニソンと何だよな、なんか和音とか、なんかその辺じゃないですか。あとクルガーのマキシュラ、あー、ホルモンね。ボーカル必要っすね。うん、クーは音程外してくるからな、すごい。じゃあ僕ボーカルいけますよ。ええ、あ、来れるのは来れるの。あ、練習ができないと。練習ができないですよ。だって7月ですよね。うん、7月ですね。4月は7月だったもん。たまにやるかどうかわかんないけど、もうそんな感じです。クーちゃんは歌うよ、多分。クーちゃんは張り切ってますよ。めちゃめちゃ張り切って歌います、ね、前回初めてカラオケしたんですよ、ここで。はい、はい、あいつめっちゃおもろかったで、なんかおもろいっていうか、おもんないからおもろいみたいな滑り芸。うん、何歌ってんの。アカペラでここやったってこと。違う、カラオケできるの。あ、そうなんですね。で、何歌ったらいいの。アンパンマンマーチみたいなのができなくてたんでこうパッて入れたんですよ。うん、原曲歌ってたね。すごくでしたね。しんどいっす。うん、で、消したら、あのクーのいつものやつで、いやー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 、何がやらされた。あ、そうそう、俺が満足するまでやるんだ。そういう番組やからな、これ。俺が満足すれば OK のやつやから。で、熱くないっすか。熱いっす。めっちゃ熱いっすよ。え、どうしたの、みんな。何、俺だっけ。いや、もう顔びっちょびちょっすよ。あんた汗かきやもんな。はい、俺めっちゃ暑かって、ちょっと先から汗かき。オンザビーチ、多分脇とかも。俺、じゃあ俺胸やば、胸やば、透き通るやつやわ。見てこれ。汚ね汚ね汚ねじゃねえよ。いや、汗だくですよ。みんな暑くないんですか。暑くないですかって、今部屋におる人は絶対クーラーつけてるでしょ。じゃあ雨降って湿度が上がってムシムシしてるんですよ。あー、なるほどね。湿度、今梅雨入ってますもん。あ、一昨日入りましたね。一昨日入った。はい、あー、やだな、梅雨嫌やな。今日来月バーベキューあるんだけど行こうよ。僕っすか。うん、7月なら。うん、行けます。うん、行こう。7月行こうよ。なんかあれが良かったよね。どこだっけ、栃木だっけ。え、行ってない。あ、行きましたね。魚にしますセンター魚にパンチくれてた。いやそんなこと言うなよ。いや、なんかそこのバーベキュー場がむちゃ面白くて、なんかニコ玉みたいな、でっかい川があって、でっかいこう石みたいなのがあってみたいなんじゃないですよね。まあ渓流みたいな感じの、はい、川のそばでやったんですよ。で、なんかね、そこでニジマスのつかみ取り、わかるよみんな、ニジマスのつかみ取り。ニジマス放流して、こう、つかむんだけど、もう、あれひどかったな。ひどいのせいさんだけど。いや、みんなやってたじゃん。魚通覚ないんやね、バーン。なんか、でっかい馬持って、俺の本気見したのか、あれだって。ぐーって、もう無理っつって、ドーンとして、ニジマス20匹くらい死んでっつって。で、なんかそこら辺からこんくらいの木の棒を持ってきて、ハハハハハ
やばい。魚打ち込んで牛野球してたな。でしかも魚持った手が多分ヌルヌルしたんでしょうね。持ってた持ってたそのボクッと出して小さな爪に当たったやつ。ガチ。大怪我してたな。面白いな。最低やなそれ。いやちゃんと食べましたよ。ちゃんと食べましたよ。魚って痛覚ないかどうか分かんないからね。いやでもありますね。完全に。えないらしいね。でもないの虫っすね。えないの虫っす。あれそうだっけ。はい。魚あんの。魚ありますよ。だって痛がるじゃないですか。痛がるっていうか痛がってるかどうか分かんない。左とか釣られた時いてててててみたいななってるやつ。なってないよ。なってますよ。それ沖縄の時の俺やん。お前誰だっけ。カオルや。カオル。あいつ釣りやってて俺あその沖縄って自由に泳げるやん。はい。なんかなんだに遊泳場所みたいなあんまないやん、はい、決められる。まあどこでも入れます。泳いでったらいきなり俺の口ぶりクーンってなってでって溺れるであれマジで。じゃあなんかもう俺水の底におったから声出てけん声届かへんからなんか俺でも聞こえんねん聞こえんねんけどあのカオルがビョンビョンやるな。うわやばいまた地球釣っちゃったみたいな。ちげえちげえってでっつってあのサンゴに登るのめっちゃ痛くてもう俺あれはひどかったわ。いや手つかんのこうグッていったらよかった。え違うもうだからあいつがビョンビョンやるから俺もガーンいってもうてんねんもう。何細かいやんあれは。あの返しとか返しとかが、はい、でこう持ってもこれには負けるわけやんか。こんな細かいやつこう握って俺そんな握力ないし別に。あれ痛かったわビビるやろ釣られた。あでもそう考えてやっぱ魚かわいそうですね。いやでもあいつらも進化しないのが悪いですよ、うん、何億年釣られてんのって話じゃない。バカですからね。大阪城のブルーギルは針だけでも喜んできますからね。やったーバンバチン釣られやる。あれも全部殺してやりましたよ。はい1分前でございます。今日早かったですね。なんかいつも長いんですか。おくうくんと喋ってるといつも長いというか。あ体感時間の話ですね。いやでもくうと2人の時面白いですよ結構。くうがやってくれるんで結構あ面白いですね。僕だからくうみたいに一人でやれること多分できないですよ。くう一人でもやるんですか。くう一人でも全力でやります。いきなり告示から入ります。超かわいそうだと思いませんか。これ一人結構厳しいで、ね、なんか出てますよ。終わりやん。みんなじゃあね連絡してこなくていいよ。でもなく溜まり込んだことにすがれ何回目の錯覚だ笑っていたろうさっきまで伝い込んだ仮面をやめ楽だに紛れ込み死んでしまった順序ましてや無情なこの溺れているんだよ息もせずに壊れてゆくこの街で僕らは無力だ。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。